日本東京都新宿区予町町予町町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示実施済みの地域。郵便番号は162-0055。新宿区東部、牛込地域に属する。北で若松町、東で川田町、南で住吉町、南西で市ヶ谷大町、西で副町、北西で。 新宿五丁目に接する。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、予町長12-24の,の地点で64万5千円、平方メートルとなっている。旗本の組屋敷であったところで、この町が四丁あったので東大久保四丁目と呼んでいたが、1872年大久保前町と合併したのをきっかけに、縁起の悪い4を改めて、 大久保予町長とし、1911年に予町長となった。この当時の小技として抜け、弁天が挙げられる。大久保とついていることからもともと大久保村であり、大久保村の中では唯一東京15区発足時から区部であった町である。坪内商用や長い家風の住んだ町でもある。住居表示実施に伴う町名整理で東新宿となる予定であったが、 住民の運動により1986年によ、町長のまま住居表示が実施された。2019年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地の北辺の地下を都営地下鉄大江戸線が通っている。当地内に駅はないが、 若松河田駅と東新宿駅が利用できる。新宿区立与町長小学校は北隣の若松町に属し、当地内にはない。ありがとうございます。